9月25日土曜日の全国の天気をお伝えします。高気圧に覆われて日差しが届くところが多くなりそうです。ただ湿った風が吹く関東や東北太平洋側では雲が多く、にわか雨の可能性があります。また近畿や中部地方でも午後はにわか雨の可能性があるため、外出の際は雨具があると安心です。西日本では昼間は30度近くまで上がるところが多く、まだまだ暑さを感じる体感です。関東や東北太平洋側では昨日よりも気温が大幅に下がります。過ごしやすい体感。また北日本でも1日の気温差が大きくなるためお気をつけください。ウェザーニュースのスマートフォンアプリでは詳しくお天気を見ることができますので、ぜひご活用ください。